ついに異世界へのゲートが開かれ、東京崩壊が始まる。すべてに終止符を打つべく、悲しみの剣を手にする恋人たち。惹かれ合うがゆえに苦しみ、苦しむほどに惹かれ合う二人が選んだ結末とは。ロード・オブ・バーミリオン紅蓮の王第12話、世界は広く果てしない、定めも勝てぬ愛がある。